お疲れ様スラットです。今日はですね、こちら超高画質原型突破ナイト枯渇デッキねやっていきます。というわけで、まあ、今のね、まあ環境の本当最強キャラじゃないでしょうか、限界突破ナイトね。まあ、万能さといい、まあその単体でのね、まあ、破壊力といい、マジでナイト壊れです。はい、まあなので、まあ多分てかほぼ確で火砲がまた来るんですけども、まあその前にね、もうこの高回転でナイト出していけば、まあ、基本的になんとでもなるでしょうという、今日は枯渇がをねやっていきます。はい、でまあミラーもちょっと入れちゃったりして、まあ、ゴブリンバレルにねウッド打たれても、もう一回バレルをね飛ばせば、ダメージ刺さるんじゃないでしょうかといったところで、まずは1回目。おでかい、うい。さあ、でダックプリはスパーキーですね、絶対。ああもう絶対スパーキーです。こういうのちょっと焦るね。え、待って、やばいやばい、豚作っただけや、痛い痛い、ちょっと待って、やばい、なんで。いやでもこれ相手ミニペッカなんで、ファイボもあるんですけど、ゴブリン追加いくとちょっと突破できる。これこれこれ、はい。でミニペ出したからコストなくて1本折れるんじゃないですか。いや折りたいか、これ雪で遅延させて、よし。しかもこのカゴ無視できる。いやでかいダメージが入ったんじゃないですか。あ、だ今回相手ダックプリなんでスパーキーいないわ。スパーキーいたら、まあ、ちょっとだるかったけども、スパーキーいないんで、まあ、マサネクがちょっと嫌だね。マサネク嫌だけど、わあそれ強いのよね。いやでもいい、ダックプリが先行する。ファイスピード入る、よしよしよし。ミラーで何をミラーするかっすね。吹き矢、吹き矢か。まあ悩むんですけど、まあ、一旦ゴブリンでしばいて、さあいいよ。でもナイト、ナイトやられるな。吹き矢が入ってタワー折れるし、これナイトが地味に竹取る。2、3、4、え、そのミリで5発ぐらい耐えるのやばいよね。これは後から1コスで耐えで攻めちゃう。よし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 、さあ2本目もね気持ちよく折れていくんですよ。いいねいいね。雪玉にしてるのはね、なんかマジなんとなくなんですけど、攻め雪を打ちたいなっていう雪玉です。ウッドだとね、こうマザネクって、まあ、マジアチャもだし、マザネクもウッド2回で飛ばせるんですよ。ウッドウッド、だからウッドミラーも強いんですけど、雪玉雪玉でなんかねいいんですよね。もうノックバック強いしね。マザネクだけ芝くで、まあゴブリン回してあげて、おい、熱いね。まあ枯渇なんで言ったらね、ただただナイトがめちゃくちゃ高回転で回る枯渇なんで、相手にウッド系やなめ系がないとさすがに勝ちやすいよと。さあまずは1勝。バルーンとか引けるとね、俺雪入れてるからちょっと嬉しいんですけど、まあキング起動嫌なんで、まあボンバーとかで抑えられてもいいよね、禁忌されるより。さあこれ2発入んの、壊れてる。さあチクチクいきます。チクチク言葉がね傷つくように、チクチク攻めも基本的にはみんな嫌いなんですよ。でコスト使わしてのトルネーは使ったけど、まあ樽使ってないんで、おお、え、待って、ゴルナイなんだけど、なんだこれ、これエレジャイとかだったらマジで終わるんだよね。ファルチ、いやなんか結構特殊な、てか左何段の入ったん、両サイドいっちゃう。トルネウッドかなこの感じ。いや違う、スケラフリーズだ、スケラです。雪玉ちょっといいか、
まあ、フリーズあるっすけど、じゃあバルーンか。あれゴルナイ、なんだこれ。これでわかります。タイルがね、ないと思うんだよな。終わるね、それは。だいぶ入るぞ。え、なにこれ。ランバーってことはバルーンだと思うんですけど、ワンチャンゴレもあるか。重すぎん。そしたらそのゴレ、いやゴレ説ちょっとあるね。いやファルチやだな。次限界突破ないと来る。いやなんだこれ、マジでわからん。バルーンでした。いやでも待って、止まらんと思うやん。頑張って止める。うわーめっちゃフリーズきた。生き玉ミラーもあったけど、これ許容しての俺がもう一本頑張っておるしかない。やばいねこれ。いやでもちょっと入る。これバルーンなんや。これで全然分かんなかったな。まあ雪玉がね救いではある俺。まあバレルミラーめっちゃ攻めどっか。呪文ねえから。やべえこれ、恐ろしいぐれ列ができてる。こうやってミスってる。熱い。雪玉あります。キアも残ってます。いやー強いねーこれ。もう攻め雪までかます。ダブル、うっ、うい、ゴリ押しすぎる。やばすぎー。いや相手の敵ちょっと強そうじゃない。何あれ、マジわかんなかったな。なんかあんま見ないっすよね。まあ、ナイトが強かったな。限界突破ナイトが勝てえわ。あれね、相手ゴルナイランバーだもんな。いやゴーレムの可能性もあったし、ちょっと分かんなかったけど、バルーンね。さあたまたまバルーン来てくれたのでかいね。チクチク削りいきます。ナイトね、トリマなんでもないとですから、わからん。いや、ゴブリンこれ、単発、てか単品でも結構入るんですよね。ファルーチェ大佐。まあ、スケラもバルーンもドリルもホグもなんでもあります。おー、ボーラー。まあ、これはスケラーじゃないですか。さすがに。やばい、いらねえファイスピした。なんか一番いいタイムで結構ゴリゴリ攻めたいな。いやスケラー、スケラーじゃないん。強い。エレジャイはダメやろこのデッキで。誰がどう見てもエレジャイだけはダメやん。とりあえず使ったね。頑張れ。いやゴブリン結構入ってる。ナイトもっともっと耐えろ。でかい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 、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってるめっちゃ入ってるめっちゃ入るやん。これ逆マリだな攻めんの。許容してゴブリンにしようかな。さあこのゴブリンも相手無視したくないんですよね。565に削るから。まあいやこれエリジェ止まんないんで、まあ、2-1っすね俺も。なんかイカチーノ来た。
いやもうなんか結構削れてる。キングがゴブリンバレル12がなんか暴れてる。これダブルバレルやっていいですか。止まんないんじゃない。止まろうとしてももう無理やり雪玉で止めさせないよ。遅延が強いのよね。中小選挙みてえだな。熱い。相手打っとなかったもんな。タルとか。よしよしよし、 LJ に勝てるの幸せっすね、このデッキで。さあディガーポイみたいなプロフィールしてる。ウッドはね、まあ嫌ですけど、ミラーバレルがあるんで、ウッドトルネとかがね、まあ一番きつい。まあゴブリンか。トルネの線ちょっと薄いけど。ドリル、ウッド？トルネあるんかい。いや、マジで。トルネウッドね。これ延命しちゃおう。で、嫌だと思うんで、こうして。え？相手それやってね？え？え？いいんですか？いいんですか？なんで？あ、待って、なんだこの吹き矢の位置。いや、寄れる？寄れないか。いや、ファルチャね、結構痛いんですよね。やめろ！やめてー。でも私は限界突破ナイト。いや、早いのよ。うちのナイトは早いのよ。朝が早いのよ。すぐ回ってきちゃうのよ。こう書いてんだからね。このナイトでなんとかするデッキだからね。バレル打っちゃうか。コストないんだけどさ、相手、もう、精神的に、やられてる匂いがした。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。もう折ってほしいけど。絶妙に落ちるか。落ちるね。おい。ナイト、勝てー。これでまだ3分の1ぐらい体力残ってんのが謎なんですよね。ほんまに強いナイト。やばい。さあ、おお、なんかめっちゃ頭良さそうなバナーしてる。いやー、コカッちゃん、まあ、ゴブリンバレルは単品なら雪玉で一応完封できるのでそんな怖くはないんですけど、コカッ採血になった時にただ不利っていう話があります。いや、ダメね。ギャンガルかな。ゴブリンか。いや、でかいでかいでかい。しかもレベル12だから、ちょっと入るぞ。相手は、オールブレイカー、ババのやつだね。ババ限界突破の枯渇だと思われるが、思われるがどうでしょうか。やなあめね。まあ、ウッドじゃないだけ、マシですね。なんでこれ、アウトロきつくね。範囲でいいね。まあこれ矢なめ使わせたい。で、矢なめ使った後は、あ、使ってくれないか、バレルミラーがぶっ刺さるんでそれを狙っていきたいんですけど、できるだけ節約したい。よしよしよし、いいね。吹き矢の肺活量。まあこれは、キアにどうせ対応してくる。よし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 。いや、枯渇対決。矢の飴と雪玉で不利なように見えて、回転が早すぎて、相性いい説があります。チクチク攻め。嫌よ、これ。できるだけユニットで守る。いやー、ちょっと強い、それ。ちょっと怖いな。なんか、ババが普通に嫌だっていう。セラメ使った。これ、次、ちょっと、
もう一回ちゃっちゃ攻めたい。いやー回転が相手追いつけてない。テスラだったんだ。いやー高回転って偉大ですよね。こうなってくると、いやラーメン打ちたいだろう。いいな。でも防衛で打たないとね、相手ついてこれてないもんね。まあこれ攻めアラーメン打ったら終わりですからね。まずは暴れる。でこれには矢が回らないババ。これは無理せず行く。まあ耐えれば。え待って、俺雪玉が、なんで俺の雪玉どこ行ったん。やばいやばいやばい。え俺雪玉さ防衛で撃ったよね。なんでなんでこんなダメージ受けたん。見てなかった。何かが起きてた。絶対良くない何かが。なんだこれ。ババがあるんで奥に飛ばします。お、やだね。うわー、いやギリ。えってことはこれめっちゃ気持ちいいっすよ。バーン。うわー強すぎる。このミラーが絶妙にいい味出してますよね。おい12勝あるね。さあまあミラーがあることによって何にでも勝てそうに思えてしまう。エリポンか。エリポンだけやだな。壊せないや。まずはバレルでさあウッド使った。いやーこれミラーバレルありなんですけどね。相手がトルネ持ってると悪いけど、エレスピトルネはない。俺の辞書にそんなできはない。熱いロイジェイ。まあ200ダメか。そこまで大きくはないけど、まあ悪くもない。ごめん吹きや、痛いよねそれ。まあでもこれだけでだるいっしょ。ウッド使う。まあここにはウッドファイボかな。ワンチャンライトニングだと、まあファイボの可能性ある攻め行きすごいやりたいんですけど、ファイボで守られて損しちゃうんで、ハンター完封か。ああ、偉いね。あ、でも、運動がずれてる。熱い。さあ、ロイジャイ。めっちゃ高回転のロイだ。久しぶりに見たな、これ。まだいるんだっていう。ウッドじゃないのちょっと渋いけどね。まだウッドを使わせたと思えば。きついよ、これ。エレスピ強え。エレスピやばいな。なんでそれで止まんだよ。いやワンチャン右サイドでも良くなった。なんでやねん。いや相手の限界トップロイ止まるか、止まるかどうかじゃねえか。止めるしかねえのこれには。いやーもうファイボがねちょっとインチキじゃない。やば終わる。どう考えても終わるやんこれ。耐えるけどね。やばいそれ。
これファイボ外させるわ。ああ終わる。おい限界突破ライはダメだわ。ワンチャン。ああなんでそっちで来る。ああ終わる。高すぎだ。なんでロイジャー今いないのに。いないのに。せめてライトニングであってくれればよかったのんな。ファイブウッドね。まあ、しゃーなしか。さあ、竹組、竹組。トルネーの可能性あるんでね。一回、お、マジアチャやだな。やりこぶコウモリがいいな。ウッド確定ですからね。あれ一応メガナイトだ。あっつ。メガナイトウォールブレイカーは、なんか勝ちやすそう。知らんけど。いいね。言うのね。まあ序盤に仕留める必要もないしな。ロケコ、いやこれ美味しいと思う。キンキドできる。まあちょっと痛いけど、まあこれぐらいならキンキした方がねメリットでかいんでね。あと相手の呪文っすね。柳あんのかな。ディガーあったからないか。おお。ロケコやだな。でも普通に、まあでも柳めないんで吹き矢を毎回延命してあげれば。延命してあげればねいいんですけど、延命できなかったらね意味ないんですよ。見えないな、ガゴで体力。あ、ウッドじゃないんで、あのウォールブレイカーの受けがちょっとだるい。まあダメージこれぐらいならいいでしょう。アチャクイ、いやいねえな。ロケコガゴだ。うん、まあ守れば勝ちだな。限界突破ロケコだけ吐きそうになるけど。え、ババインの、どういうこと。限界突破ロケコさ、マジで吐きそうになるな。どうしよう。ウッドミラーとかもないかな。ジュワーが、え、てか違う、限界突破ロケコじゃないのか。え、吹きは無能や。いや、ナイトちょっと強い、これ。ナイトの方が入るやつだ。よくあるよね、クラロワこれ。いや、マジでめっちゃ頑張りや、ナイト。延命は絶対。え、延命は？まあこれサイド左かな。俺のロケット方式、俺のあれ全然残んないな。吹き矢か。なんでそんな残んないんだろう。え、てかなんで入るん。疑惑多い。うわー、でけー。危ねー。
よし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 、よく耐えた。さあラスト一勝。さあ1921についてるってことは枯渇プレイヤーの可能性がだいぶ高いです。これお熱い、これ攻め行きいっちゃおうぜ。トレネだけは勘弁。あーいやロイか、いやまた、いやロイジャイって今いないんですよね。でもロイだな、さっきいたもんな一応。いやロイはね、いやねファイボかな、さすがに高回転ウッドファイボだと。まあミラーバレルのねちょっと価値が下がっちゃうよね。いやでかい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 、このインチキ攻めね、序盤の。いやでもウッド温存されたな。アイスピ強い。いや温存じゃねえのか、使ったのか。ファイボゴブリンもあると。よしよしよし。でここはねウッドがあるんで、ミラーバレルしたらニアド取られるんで、しちゃダメっすよね。痛いな、そのダメージ気になっちゃうんだよな。まあ吹き矢出して、え？そんなことある？これめっちゃいい雪玉かもしんない。もうやばいぞ、あのナイト。いや、マジで神雪してる。あれ？これは何アイス？エナチョコ？でも相手ウッド使ったんだね、やばい。いくよ、熱い。ある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 、守れば勝ち。いや間に合わないよこれ。おいでっけー、ミラーバレル強いな。ってか限界突破ナイトが強いか、あれだけで2000ぐらい削りましたもんね。やべえな、ナイトゲーか。高回転で限界突破ナイト出しとくだけである程度は勝てますよと。というわけでこちらの超高回転ミラー枯渇ね、だいぶ強いかもしれない。皆さんもちょっとねやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。